ゴンセンさんに来ていただきました。はい、最後の仕事納め、我々の仕事始めて、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございますね、ごめんなさい、取っちゃいます。はい、ありがとうございます。よし、よし、ピンポンいらないかもしれないけれどもあれ、次は、次はありがとうございました。はい、ありがとうございました。大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございます。次どちら様でしたっけ。次はですね、噂の噂、さっきちらっと今見えちゃった。僕も見えちゃいました。あ、え、お、はい、今回メーカーバッティングはないですね。ないですね。場所柄なんでしょうかね。どうかもしれない。ちょっと逃げづらいところに座ってもらった方がいいかも。あ、置き換え、置き換えですか。どうも、ありがとうございます。はい、マイクつけさせていただいて、はい、いいですか。それもつけ、こんなんあったんでしたっけ、前から。それ初めてです。前はなかった。梅田のスタッフさんに書いてもらった。どうぞこちらでございます。はい。どうぞ。はい、あけましておめでとうございます。はい、じゃあおかけください。続いてお越しいただきましたのは、トワルソンさんから、お越しいただきましたということで、では、佐々さん紹介をお願いします。はい、はい、どうしようかな、これ自分でいきましょうか。はい、皆さん用意してくださいね。はい、行きましょう。はい、トワルソンの、はい、ドクターソルミです。こっち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 です。シャキーンってやつですね。もうこれで手間なんですよ。手間って言っちゃったじゃん。はい、ドクターストリームさんということで、はい、もうお越しいただいて、もう何回もね、はい、皆さん恒例というかよくご存知だと思うんですけれども、ね、はい、この特番、新年会には2年、去年も出ていただいた。そうですね。2回目でございますが、はい、この入れ立ちなので皆さんも覚えておられるかと思いますけれども、うん、いろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、23年度どんな年だったでしょうか。そうですね、まあ本当に去年やっぱり振動止めっていうところで、うん、話題のものが出たんですけれども、ね、うん、まあ正直やっぱりこうストリングメーカーとしては、はい、ストリングで何かっていうところをずっと思っていたので、はい、今年はそれが、まあストリング、うん、この、もう一度紹介しましょう。この振動、はい、あの新色、あ、それだけ、そうですね。はい。リンクも欲しい。あ、そうだ。これが出たのが去年の、20月、はい、22年だから、おととし。はい。いやいや、去年です。あ、今これが24年だからね。今年が24年になったばっかなんで、はい、23、おととしの10月。10ぐらいかな。ぐらいですね。だから、去年の年始のこの新年会でも話をしていただきました。うん、はい、ということで、うん、はい。こちらが、おととしですよね、はいはい、去年としてはこれが、まあ、10月から出たその流れの勢いもあってっていうことで、はい、で、去年に関してはそのストリングの方で、うん、はい、大変お世話になっておりますのが、はい、出たので、はい、アスタリスタ、もう商品名言わないからあれですよ。アスタリスタ、あ、まあ、誰も言わないですね。我々もどれだけ話してきたことかっていうところがありますけど、はい、ですね、やっぱ売れましたね。めちゃくちゃ売れましたね、うん、これで相当、なんとかどっちですか、これでなんとかっていうぐらいの。前回の新年会多いですよ。結構暗い話してましたよ。あんまりいいことないですね、感じだったのが、今年そんなことないですよね。いやでも、まあ、どっかが出っ張ればどっかがへこむっていう、まあまあまあ、変していくとですね。まあまあまあ、ただ本当にまあうちの会社としてはストリングでいいものが出せたっていうのは、うん、雰囲気はまあまあいいです。よかったよかったよかった。でも相当いいでしょ。斉藤さん、じゃあちょっと発表お願いします。あ、そうですね、はい、まずちょっとこっちから言っていいですか。はい、振動止め、はい、ラケット出してですか。あ、出しました。まだこれ去年の時は、新年会でやった時にまだ発売からの時期が短かったので、そう、発売してすぐに品切れになっちゃって、ね、箱詰めが大変だった頃言ってましたね。これが2023年の1年間のランキング、はいはい、ヨミク1位です。よし、振動止め1位、振動止め1位です。そうですか。いや1位です。まあ2位がやっぱり、まあ、ライバルというクリックバスター、はい、うん、という形で、その差って結構でかいんですか。そんなにすごく大きくはないけど、やっぱり1年通して売れたなっていうのが
で最初にやっぱり振動止め結局買って1個買ってあんまりだったら買い足しは絶対しないと思うんですよ、うんうんうん、だその後も定期的にやっぱり皆さん買われてるし、やっぱりレジで持ってくる振動止めっていうのがこれっていうのは本当に多く買ってる。多分それはもうこちらからおすすめしてっていうよりはもう皆さん指名買いのように買っていく方が多かったんで、これが1位という。箱詰め大変ですか？もう大変なのでさすがにもうやってないでしょ。いやでもあの誰かはやってます。まあね、誰かはやってます。もうずっと誰かはやってるような状況です。なるほどですね。まあでもいいことですよね、売れてるっていうのは、うん、ちょっとね、あのパッケージのところは実はあのもっとエコにしようっていうのがありまして、うん、なるほど。というのがあの一番の問題はあのこれ空気を運びすぎてる。そうですね、って、うん、まあね、あのこれ50個とか頼まれると結構箱でかくなるんです、ね、うんうん、50個言っても2、3個分で入るんですよ。実際はね。なのであのちょっと潰れてしまうっていうのもあって、うん、あそうか、きっちり段ボールに四角く入れないといけないと思って、はいはい、かなり空気を運んでるっていうところで、うん、ちょっと運送費もだいぶコストを重なるので、うん、あの見た目は一緒なんですけれども、うん、あのちょっと紙製に変えて、うん、でこの幅もちょっと半分ぐらいにしてっていう風な形で、うん、メール便とかでも送れるように、うん、ちょっとさせて、ちょっとリニューアルされてくる感じですね。そうね、小さい商品って大変なんですよね。それでも一個一個こう、うん、バーコードがついてないと商品管理ができなかったりするので、うん、昔よくあったこう飴玉ケースみたいな中にドラーって入ってた方がドーンと送れるじゃんと思うんですけども、一個一個ね、バーコードがないとみたいなのがよくあるん で、うん、そうですね、大変な作業ではあると思うんですけど、まあでもエコに向かってっていうところですよね。うん、そうですね、はい、でもやっぱりこれ売れました。はい、そして、まあ、大事なストリングスの、はいはい、ですけど、はい、ここ知らないですよね。もちろんね。そうですね。ランキングって見てます？まあ、いや、そう見てます。でも月別でしょ、見てるの。月別、あ、年間は見てないんじゃないですか。年間はそうですね。存じ上げないですか。はい。ちなみにここ3ヶ月ナイロンの中でも1位、まあ全体で1位1位来て、多分先月がナイロンの中で1位ですよ。発売したのが。9月、10月、9月の末、本当の末です、ですよね。はい、だから、ウィンザーさんのマンスリーランキングで言ったならば、10月20日以降のランキングで入ったんですよね。はい、その時にいきなり現れてトップ10に入った。そうです。はい、が毎月毎月あって、はい、で、ねほりはほりだったりとかいろんなことをやらせてて、つぼこさんも一押しされて、僕らは勝手ながらブラストとのライバル対決させていただいたりとかさせていただきました。で、わずか3ヶ月余りでどうなったか年間、はいはい、アスタリスト・アマードが10位です。おトップ10に入った。10に入りました3ヶ月で、はい、これはね、すごいと思います。すごい、それはナイロンでですか？いや、ホリも合わせて全部全部全部で、はい、だ驚異的ですよね、これ。すごい。これね、例えばラケットで話を置き換えると、パーセプトがあんだけずっと売れてるって言ってても12位だったって言ったように、まあ要は発売が後半だったから、後半になっちゃうとやっぱりどうしても上の方になかなか上がってくるのって、うん、だって多分ストリングスだから、そのトップ10のアスタリスト・アーマード以外はフルフル12ヶ月分ですよね。 それを3ヶ月分でトップ10に入ったってことですから、うん、だって年間何十万パリとかってことですよね。はい、何千万パリ売ってますよね。だってそれを考えちゃう何千万パリはない。それはないけど、それを考えると、まあ、当然新製品で出てきた中では他には全然ないですし、うん、まあ、あとは大体定番の毎年入ってる中にポンとアーマーが入ってると。要因は何でしょう。そうですね。まあそれ聞かれると思ってちょっと考えてた。去年が要因がわからないですよねって言われちゃったんで、去年のちょっと反省を踏まえて、まあ、ちょっとずっと、まあ、寝ずに3日ぐらい考えてた。3日考えて答えが何だろうなっていうところですね。まあ、これだなっていうのがあってですね、はい、何でしょう。今、弊社その工場があるんですけど、はい、工場長が今若いんですよ。はい、で、まあ、50歳いってないんですよ。はいはいはい、自分もズバリ言え、何歳かちょっと覚えてないんですけど、45から48ぐらいの感じなんですけど、はいはい、微妙なところなんですけども、はいはい、で、その工場長が、やっぱり若い
まあ、人間の意見だったりとか、まあ、いわゆるこの営業の意見だったりとかっていうのを、うん、あのまあ、頭ごなしに否定することがなくて、まあ、あのすごく話を聞いてくれる方なんですね。で、まあ、うち社内 の、 あの上長も含めてあのそのあたり、頭ごなしっていうこともあまりなく、で営業が本当に売り場に立ったり販売上に立ったり、うん、あのまあ、お客様と話してたり、うん、SNS で拾ってるような情報をそのまんまこう具現化できたというか、うん、商品化できたっていうのが大きいのかなと思っていて、うん、あのまあ、ナイロンの不満が解決できないからポリニっていうところの、そのナイロンのこういう要素がありますよねっていうところを、うん、まあ、あの改善するっていうところに、あの、まあ、それは本当のニーズをこう営業が拾ってきて、それを工場が作れたっていう、その乖離が少なかったっていうのは大きいのかなと、うん、なマーケットをニーズに合った商品ができたからっていうところが、まあ、売れた要因というかできた要因ですね。はい、売れた理由は何でしょうかねっていう、はい、あ、まあ、売れた理由、あ、売れた理由もこれですよ、やっぱり。そんなことはあんまりないとは思うけども、ないですよね。まあ、これしかだって、まあ、タイミングでこれしかって大事ですけど、まあ、そんなね、僕らちょっと喋ったぐらいでね、それはないと思うんですけど、まあ、ちょっとはこけてたかな、ちょっとぐらいはね。でもこれね、マンスリーやると毎回言いますからね。いや、でも本当にそうだと思ってますよ。いや、でもそれだけ本当にあの時最初に、ねほりはほりするまでは落ち込み企画だっていう話で、あっていう感じでお話聞いてた時の、そのなぜこれを作ったかで、どこと対抗していくのかって聞いた時に、終わった時にはもう変わってましたもんね。これ面白いなとか思ったんで、どうなるかなって思って見てたら、こんなにね、これは上田さんだけじゃなくて全国的にこんな感じですか。そうですね、あの、まあ、数字ずばりというとあれなんですけど、2ヶ月で、一番うちで売れてるストリングって品種別色別でいくとアスタリスさん1、2号の黒なんですね。これ1回言ったことあるんですけど、それを2ヶ月で抜きました。年間出荷量の数をたった2ヶ月で125130足せば、すごいですね。そしたらすごいですね。はい、だから物も良くて、まあ、まあ、タイミングが良かった、我々もちょっとそういうお話させていただけたっていうのもあって、やっぱり今までになかったところなんでしょうね。今後の展開がどうなるかですよね。そうですね。色がいはいつどうするんですか。黄色が急に1月1日、そう、はい、1日2日3日ぐらいにちょっと分けて流してるので、はい、ですね、はい、ちょっとどこよりも排除もなっちゃいますけど、はい、白が出ます。まあ、白も言われますからね。白に行くんですね。それまた何かあるんですか。あります。おへえ、何色だと思ったんですか。いや、シルバーとかね、黄色とかね。ポリに合わせて。いや、だってその黒を出したっていうところに関しては、はい、やっぱりブラストに当ててきているとかっていうイメージがあったんで、僕らもライバル対決やりました。はいはい、じゃあライバルがそこにあるならば、シルバーか黄色とかになっちゃうじゃないですか。ついつい、はいはいはい、白ですか。なぜ白なんでしょうか。まあ、もちろんそのシルバーだったりオレンジだったり蛍光イエローだったりっていう、まあ、ポリっぽい色って他にあるんですけど、じゃあその方がですね、黒じゃいけないかって言われると、意外とそのニーズの人って黒でも貼るんですよ。で、黒を貼らない方ってどなたかなって考えた時には、対極にいる方なんですけど、例えばそのパステル系のラケットを使ってたりとか、まあ、お洋服も黒は着ないんですっていう、まあまあ女性の方とか、黒を貼らないっていう方って、まあ、決めてる方がいらっしゃるんですよね。で、アーマードは性能で売りたいので、白が貼りたくないって人は多分黒貼るんですよ。黒貼りたくないって人は白は貼るんですよ。白は貼るですね。はいはいはい、白が好きではなくて、はい、白は、まあ、許容範囲に入ってくる、はい、でその対極の2色を抑えることで、その、まあ、国民全員を抑えるというか、そういう狙いは、誰もが黒と白好きじゃないけれども、どちらだったら許容いただけるか、全員考えた時には黒派と白派がいるの。そうです。で、白を出すと。なんでオレンジとか蛍光黄色を出すと、多分黒の方が映るだけ。うん、そういうことか。なので、その
性能で売るからです、うんうん、でじゃあいや私ピンクしか貼りたくないのとかあのオレンジしか貼りたくないですっていう人は色が最優先に来てるんですね、うんうん、性能ではないんです、うんうん、でそういう方はアスタリスタが10色展開してるので、うんうん、オレンジもあるしピンクもあるんで、まあ、色で選ぶのであれば、ね、色で選ぶのであればそちらにっていうことで、うんうん、まあ売り分けてるっていう感じです、うん、なので125の白は単パリしか出す予定がない、ドールと130のニーズは多分黒でいける、うんうん、完成反省した。さっき僕シルバーとか黄色とかって言った自分が恥ずかしいなって思っちゃいました。もう単純にそこで戦いに行けばいいやと思ってたけども、まあ、確かにまあ言われてればそうですね、うん、あの本当の意味での、 その性能で戦うっていうことを考えたらそうかもしれないですね、うんうんうん、難しいな。それもう結構近い時期に出るんですか。はい、もう、来月ですかね。ああ、じゃあもう結構早くね、早くだ、はい、ただまあ1点だけちょっともう先に言っときますけども、うん、これ難しかったんですよ、うん、というのが、黒って、簡単に黒にできるんですよね、うん、いわゆる色として強いので、うんうん、はい、で、同じじゃあ顔料を白を入れると、全然透けるんですよ、いわゆるこう、うんうん、負けちゃうわけですよ、フィラメントが見えてしまう、うんうんうん、でそれを見えなくもうポリエステルライクを目指すんであれば、うん、もっともっと足して、はい、うん、もっともっと濃く白をしていくっていうことはあるんですけど、うん、まあ、いわゆるその側の、コーティングの量を調整したり減らしたりしなきゃいけないので、うん、あの打感を取るか、うん、ポリエステルライクを取るかっていうことで会議が、うん、何回か繰り返したんですよ、うん、そう興味あるな、はいはいはい、でやっぱり我々はストリングメーカーだから、うんうん、もう黒と同じように作った方がいい、うんうん、でそれで多少見た目が透けて、うん、ちょっとフィラメント感が出たとしても、うん、そっちを取ろうということになりまして、うんうん、これ本当にあのむちゃくちゃ細かい話すると、うん、フィラメントってもともと白なんですね、うん、なので黒の工程の一つである中のフィラメントを黒に染色染めするっていう工程あるんですけど、うんうん、まあ今飛ばせるんですよ、はいはい、飛ばそうと思えば、はいはい、けどそれをやってる糸とやってない糸になると打感変わるんですよ、ね、うん、なので白も、その染色染めに、うん、をやる、わざわざやってるんですね、うん、やるんです、手はかかってる、だからそれ気づいてもらえないかもしれない、もう多分気づいてはもらえないんですあの要は、ね、まあ、その知識もそうかもしれないけれども、うん、その同じ工程わざわざ見た目的に影響ないのにやってるってことですよね、うん、そうです、ただ出来上がってきたものはその黒ほどポリエステルっぽさは出てこないけれども、うん、そこは皆さんも知っていただかなきゃいけないのは性能の方を取ったから、そうです、ポリエステルライクは性能で感じてくれと、そうです、見たいな今、見たいな気になっちゃいました。だって黒の時は切れた部分ですら白いフィラメントが出てほしくないから、うん、その切れ口でさえポリエステルライクではいけないとおっしゃってましたよ ね、 そ、 うですね、そこまでこだわっていたそのポリエステル見た目も含めて見たものが白に関してはそっちを取るべきじゃなかった、そうですね、それで白は黒と違うねと言われた時に、うん、すごくユーザー様が困ってしまって、ね、はい、そこはニュアンスとか打感とかっていうところを取りまして、うん、まあ、染色で、まあ、これもちょっと会社的にどうかわかんない、ここは喋っていいんでわかんないですけど、実は2工程増えるんです、うん、染色染めっていうのはまあ、熱々のお湯に、うん、色を落としてそれに入れるっていうことをすると、うん、ストリングって伸びちゃうんですよ、うん、でそれを元に戻すっていう延伸工程っていうのがあって、まあ、逆ですね、延伸の逆なんですけど、それをしないといけないんですよ、うん、で僕あまりこの工程にどれぐらい日数かかるかは知らなくて、うん、手間が2工程増えるぐらいの知識しかなくて、ちょっと増えるだけでしょっていう、まあ、中まで染めてほしいんですよね、ちょっと切り口がとか言いながら、うん、工場に依頼してて、こいつ止まれてるんですよ、うん、は知らなくて、これだけ売れたんで、はい、上がりいつですかとか工場とやり取りした時に、うん、なんか結構日数かかるっていうんで、何ゆっくりやってんのよ、めっちゃ思うんですよね一緒だろう、こう思いながら、なんでそんなかかるんですかみたいな、いつもそうでしたっけみたいなこと言ったら、その染色んだよ染色工程が2週間かかるらしくてですね、はい、へぇー、びっくりしろ、誰ですかそんな足したのとか言ったら、ちょっと本当すいませんって言って、ゆっくりつけてください、営業で飛ばしますからって、あ
なので本当は省きたい工程らしいんですけどね。え、まだあれですか、その生産潤沢ではないですか。いや、そうなんです。あの、本当あのショックレスの状態と似てるんですけども、あの注文残が溜まっていってしまって、でドバッと上げてもドバッと出ていくっていうことを繰り返しているような状況。まだね、このショックレスの方だったら、待つことができるじゃないですか。ストリームの場合切れちゃって使えなくなってくるので、その間どっかに行っちゃうって可能性があるから、なるべく切らしたくないのがあるので、その中に行くと大変ですね。で、2号店も出ちゃって、まあ、あのこの勢いのままにっていうことで、まあ、ずっとかつて要望があったのロールっていうところを、うん、あのもう出してるんです。はい、SNS で拝見しましょう。出したんですけれども、それもあのタンパリがあまりにも売れていて、うん、もうロールを切り分けてタンパリにランクインしたっていう感じで、ちょっとロールもなので本当に作れなくてですね、125、50ロール、130、30ロールぐらいしか上げれなかったんですよ。でそれももうあの出しますよって言ったら、もう受注で完売してしまって、うん、なのでもうずっとなんか今ショートしてるような状況ですね。うん、こうなるとね、営業の人って嬉しいような嬉しくないようなというか、う、ね、お店からクレーム、何いつ上がるんだって、でも売れてる喜びもあるけれども、うん、そこの兼ね合いが大変ですよね。うんうん、あとはね、大分の工場拡充するぐらいね、もっとね、売れていけばね、値段上げるからですよね。なるほど。じゃあ白がまあ出るというところ で、うんうん、でね、今の2工程に関してもやっぱりそうですよね、やっぱり白だとかだったら楽だったんでしょうねっていうのは思っちゃいますけど、でもそこはあえてそちらに行かれるというところ、染めやすいでしょうからね、白だとかの方がね、うん、まあ、あの濃くはなるんですよね。うん、染色工程も確かに見させていただいたけど、あ、そうだね、はい、大分でね、行った時に、はいはい、あ、そうだなと思いながら遠目に、そうだね、人でね、はい、大変そうだなと思ったけど、それ2週間かと思ったから、ね、なかなかね、作ってるその時間までって考えないじゃん。工程はあると理解したとしても、はい、それぞれどれぐらいかかるかってね、知らないことがあったりすると、まあ致し方ないのかな、我慢するしかないのかな、でもテニス2週間我慢できねえなっていう方も多いと思うので、はい、まあ、そういうところではね、なるべく、はい、拡充の方に。そうですね、あの学校がもう一個横にあればそうです、はい、そちらもね、はい、まあ、そんなストリングスというところでございますけれども、うん、はい、でまあこうやって、ヨミックも売れてて、うん、でもう当然ストリングも売れてて、うん、でさっきね、あの去年やった時にバドミントンだとやっぱりイオン原くん言ってましたよね、すごくやっぱりバドミントンストリングスも売れてて、池袋でね、特にそうなんですよ、池袋、はい、でも結構このアーマードソフトテニスある方いるんですか。そうなんですよ、ね、らしいんですよ。またそれも実はいらっしゃってですね、うん、まあ、ゲージが違くないですか。でもいや、1-2-5だったらあるんですか。1-2-5だとソフトも 1-2-5-1-3 でも大体の展開なので、うん、え、じゃあ基本世の中にあるの全部合うんですか。うん、まあ、いわゆるソフトテニスの公認メーカーであれば、うん、別に実は品番で登録をしてないので、うん、そのメーカーの意図であれば使っても別に、うん、え、使えるもんなんですか。使えます、ね、例えばじゃあブラストをソフト先生貼ったら使えるもんなんですか。貼る方もいます。ただソフトの公認メーカーさんでは多分ないから、うん、ただ機能としては発揮できるわけですね、うん、そうなんだ、うん、っていう方もいるぐらいの、はい、今後ソフトでもしかしたら伸びてくる可能性もあるかなと。逆に僕ソフト用作るのかなとか思っちゃったぐらいだったんで。あるかもしれないぞ、はい、でもなんかあれですよね、そのポリエステルライクなナイロンモノってカテゴリーを今後どうなんでしょうね、他のメーカーさんも含めて、まあ、これだけ売れてる需要がある興味を持つお客さんが多いってなった時に、ここはなんかプロテクトする方法ですか。入れませんよ、完全に、ね、でも海外からの方も、海外だとやっぱないからまとめて買ってったっていう方もいらっしゃって、聞きません、噂どっかが開発してんじゃねえかとか。
どうでしょうね。あ、まあでも、狙ってきてもおかしくないですよ。おかしくないですよね。ね。まあ、ナイロンもの強いメーカーさんであれば、ですよね。そうですね。そこは売って、うん、追ってくると思いますね。でもストリングスの開発、最近そういう新しいものって取り組んでるメーカーさんは聞かないですもんね。うん、はい。そうですね。ちょっと柔らかいとかいうのはよくありますけど、うんうん、はい、なんか新しいカテゴリーという部分で、まあ、本当に、ね、チャレンジャーというか挑んでいくっていうのはあんまりないかもしれない、うん、そうですね、うん、まあ、もう本当に順調だろうなと。2023は順調に終わってまた今年伸びるんだろうなとも思って見てますけど、白が出ればね。そうですね、はい、ラケットどうですか。あのラケットも、はい、あの本当にうちの製造本数があまりにもまあ少なく作るのでですね、うん、あの大きなところにちょっと入れたりが逆にできてないんですけれども、うんうん、あのまあ次第イベントとか、うん、あのその場で打ってもらうとかなりいい評価もらえるラケットたちが揃っていて、うんうん、今まあラケットもあの本当に、オーバーサイズであったり、うん、中くらいであったり、あのプロスペックであったり、うん、あの黄金スペックであったりっていうところは、うん、あのそれぞれあるので、うんうん、今後どうなんですか、ラケットにはその力という、まあ、でさっきたまたまゴーセンさんが来ておられて、はい、クナイスルというブランドでラケットをやられるというところで、はい、うん、まあ、ストリングスブランドさんって同じようなね、あの何ですかね、同じ日本でっていうライバルというふうに見たときに、はい、おっとっていうので、うん、例えばトラソン的にもラケットにちょっと注力していくよみたいな、うん、そうですね、まあ、でも本当に、去年で、黄金スペックの新しいのも出ましたし、うん、オーバーサイズラケットの色違いも出ましたし、うん、で OV、まあ、オーバーサイズというのは OVR のシリーズなんですけど、うん、OVR の117の色違い、うん、で108っていう、うん、108の 268g っていう、うん、あのちょっと厚めのラケット、これを、まあ、開発して出しましたし、うん、なので去年かなりこう新しくリリースしてるんですね、うんうん、ただ全部機能途中で出してるので、ほとんどカタログに載ってないっていう状況です、うん、なのでまあこれをしっかりあのカタログに載せて、うん、まあ、あの2024年分、うん、今年分のまあラケットの本数は あ, のあるものは発注をしているので、うん、まあ、そこをしっかりちょっと PR していくっていうことはします ね、うん、ね、あとは取扱いがあるかどうかっていうのは取扱いはないんですか。今のところはないんです。ないです、ね、うん、でもね、こんだけこう、あとはラケットじゃないかなと思ってるんですよ、うん、振動止めもあって、ガットもあってだったらまだうちにはないものがあって。ありましたっけ。それを実は、もともとずっとね、ずっとやってたんですよ。だから僕が入社して、7年ぐらいなんですけど、うん、ボールとか6年間、いや、あのストリングなんですけど、はい、あの6年間実はそれをずっとやってたんですよ、大分工場と一緒に、うんうん、で、まあ、だいたい10月ぐらいに今年行けそうですか、うん、いや、今年もまだちょっと完成してないですみたいな。7年ぐらいですね。で、それがですね、ついに、はい、あのもう 95% ぐらいまでできまして、まあ、多分今年出せる。お、糸なんですね。糸です。で、まあ、ぶっちゃけた話ですけど、あの実はその6年作ってる糸の製造過程で、うん、あのコーティングが生まれ、うん、別のでコーティングが生まれて、それがあのこのコーティングもいいなってなって、そこで生まれたのがバイオロジックダブル X とアーマードなんですよ。サラサラ、なので本筋を作ろうとしてる中の過程で、うん、出来上がったっていうのがあって、なので本当に使いたいのは実はあるんですよ。これは6年かかってやってて、もうついにできる。それが2024年デビューできそうだと。そうですね。まあ、あの、ある程度言っていい気もするんで、って言ったら。僕悪いに分からないんで、はいはいはい。まあ、あの、ちょっとごめんなさい、まるまるカットの可能性はあるんですけど、はい、はい、あの、いわゆるこう、マルチ系ですよ。うん、あの、アーマードって、硬いじゃないですか、うんうんうん、でバイオロジックダブル X ってマルチの中だと硬いじゃないですか、うん、硬いコーティングで糸滑りがいいものっていうのはできたんですよ、うん、けど我々本当に作りたいと思ったのは柔らかいのに糸滑りがいいマルチを作りたかったんですよ、うんうん、でそれの
過程に、うん、本当6年かかったんですけど、うん、ついにそれが形になりそうで、で、まあ、他社さんってその、まあ、僕らでオールマルチ構造っていう、うん、全部が細かいピラメントのタイプなんですけど、代表作いっぱいあるんですよ、うん、で、まあ、今回アーマード3ヶ月連続1位取りましたけども、うん、今の時点で、うん、2位から5位って全部そのタイプにいたんですよ、うんうんうん、なので、うん、一般的な方のニーズっていうのは柔らかいマルチ系っていうのがすごくあるんですね、はい、でも実はそこに純粋に柔らかいマルチってとあるそのないんですよ、うん、フィラメントがちょっと太かったりしたり、うん、まあライブアイアンもちょっと違った形なんで、純粋な柔らかいマルチ、ウレタン使ってて柔らかいマルチで、なおかつ、まあ、その目ずれ対策ができてるとかっていうところは実はずっとなかったんですけど、僕ら欲しくて、でも確かにそれで聞くとないですよね、多分今の勝手ながら想像するとウレタンを使った柔らかいマルチのストリングスでコーティングが結構ツルツルだから、よくあるそのポリウレタンのマルチで目ずれのままでテニスをするっていうことが少なくなるから、メリット出るんじゃないか、柔らかいけどもちゃんとスナップバックが効くっていうことなんだろうなと想像したんですけど、そういう意図ってことですよね。そうですね、まあ視覚的に分かることの優先度が高いって前もちょっとお話したいのに、うん、まあやっぱりそこにどうしてもなってしまうので、なるほど、ケアをしたいっていうのが、なるほどなるほど、なかなか応変問題がいろんな問題があって、はい、それあそうか、応援、あなるほど、ものとしてはできてるけども今度色変色してしまうよとか、うん、そういう、あなるほどですね、まあ、綺麗な丸にならないとか、まあ、いろいろ、まあ、色なんですけども、まあ、そこをちょっと改善できたっていうのが、うん、出せるかなっていう、商品名決まってるんですか、出るか決まってますけど、なるほど、これ楽しみにしてください。それでようやくまあ、ストリングの分野が生まれるというか、うん、ものは、うん、まあ、あとアスタリスター、うんうん、ライブワイヤーと、うん、よろしくダブル X と、その柔らかいのはそれがいい、それぞれでカテゴリー目指す、カテゴリーでも代表的なものがようやくこれで全部完成するっていうのが、ストリングランド全体、ブランドとしてのシェアはどうなんでしたっけ。シェアとしては変わってないです。はいはいはい、トワの順位、トワルソンの順位としては7位です。7位です。そこをやっぱり引き上げていくっていうことですよね、うん、はい、やっぱり意図でっていうところがすごく強いということですね、はい、ああ、じゃあなるほど、ちょっと24年楽しみですね、はい、です、まあ、引き続きアスタリスタアーマードがどういう、まあ、色展開の話を今日いただきましたけども、うん、それによってさらに伸びていくのか、白も黒も入るのか、はい、なんてこともあったりとか、はい、で今おっしゃった、うん、とあとこちらの、SDGs のパッケージになりますね、ラケットも忘れずにということでいただいたので、はいはいはい、じゃあいいですかね、はい、今日のお願いが、なんかもうお伝えすること大丈夫ですか、ね、あります、大丈夫ですか、まあ、大丈夫です、はい、お願い1個ありまして、はい、何か皆さんああそうだ、はい、忘れてた、お土産をね、はい、いろいろ持ってきていただいてるんですけど、それは全く持って忘れてましたね、多分今のところ皆さん全ていただいてるんですけど本当ですか、あでもこれ気持ちなんで、うわどうしよう、後でなんかここにこう出すことができるので、そうですね、はい、僕の中でもあれがないかなと思ったんですけどね、どれ、いやあれのこれの売ってない番号が、ああはいはいはい、うん、そうなんですよ、オーブヤード108に購入特典で、はい、いやそれダメでしょ、購入特典なんだからがついてるんですけどね、はい、本当にすいません、そうですね、いいかなとちょっと思いながら、何かは分かりませんけど、何か分かります、はい、ここにじゃあちょっと後で出しておきますので、申し込みの方は概要欄の方に書いておきますので、はい、ぜひどしどしと、はいはい、何になるかは我々も今分からないです、はい、楽しみということで、はいはい、ということで、はい、今年もあれですね、ねほりはほり等々また出演いただくことがあると思いますけど、はい、ね、さっき思ったんですけど、ラケットやる時もこれ嫌なんですか、私なんですかね、その時、いやそれ私言われても分からないですけど、私なんですかねって言われても分からないですけど、はいはい、まあでもね、ストリングスも楽しみなので、はいはい、またその白いその、うん、染めることの話なんか面白いので、そうですね、はい、ぜひぜひお付き合いいただければと思います、ま、はい、今日はじゃあ、はい、この時間は、はい、トワルソンの、はい、ドクターサンクさんに来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、これが手間だっちゅう、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあいただきますね、はい、お茶だけ持って帰って、お茶だけ、はい、はい、
はい、じゃあもう次また来ていただいてるそうなので、はい、お疲れ様でした。よくありますねこの交流がね、若干笑顔だな、はい、大事です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まだいいですか、一緒に良ければ。秋野さんは良くても、はい、本社が怒るかもしれない。本社がね、本社がね、はい、すいません、マイクつけますね。すいません、よいしょ、はいどうぞ、じゃあお座りください。はい、はい、なんか場所がかっこいいですね。失礼します。学校らしいです、もともとが。あ、そうなん、専門学校なんからしいんですけどね。あ、一応あれ出しとこう。はい、あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。撮ってますけどね撮ってますけどね。撮ってます、撮ってます、撮ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。そのデータ乗るんですよね。いや、乗るわ。ありがとうございました。はい、え、最後、最後です。最後、最後しか出ないですね。いやいやいや、鳥にしか出ないという、なんかちょっと妹からの鳥取だからな。もう他社のいろいろ言わせといた上で出てくるということで、はい、本日最後のゲストになります、はい。